エルサレム後位戦は、ヘロデ大王が、ユダヤ王位を確保するために行われた、軍事作戦の最終段階において起こった、戦闘である。マルクス・アントニウスより提供されたローマ軍の助けによってヘロデは、エルサレムの占領を及び、アンティゴノスを退位させることに成功し、ハスモン朝によるユダヤの支配を終結させた。この後位戦は、フラウィウス・ヨセフスや、 カッシウスディオの作品で研究されている。紀元前63年、ポンペイウスは、第三次、ミトリガテス戦争の勝利に引き続き、ヨハネ・ヒルカノス2世と、アリストブロス2世が争っていた、ハスモン・朝サ、ユダヤの内戦に介入して、ユダヤを征服し、ヒルカノスを大祭司に任命した。ヒルカノスの知性下で真の権力は、イドマヤ人のアンティパトロスが握っていた。 紀元前49年にローマ内戦が起こると、アンティパトロスはヒルカノスにガイウスユリウスカイサルの側につくように促し、その内戦で勝利したカイサルは、その後ヒルカノスには宗教的統治者の地位を、アンティパトロスには朝税長官の地位をそれぞれ与えた。数年後、アンティパトロスは彼の息子であるファサエロスとヘロデをそれぞれエルサレムとガリラヤの知事に任命した。 カエサルが暗殺された後には、ヒルカノスとアンティパトロスの二人は当時ローマ東部を支配していたマルクス・アントニウスを支持した。紀元前40年、アリストブロス二世の息子であるアンティゴノス二世は、ハスモンアサの領域を奪還するために、パルティア軍に資金を提供した。パルティア人は、ローマのシリア属州を襲い、ユダヤを奪還、ヒルカノスとファサイロスを捕らえてアンティゴノス二世を、 ユダヤの王に就任させた。アンティゴノスはヒルカノスが王に福位することを恐れ、王が兼務していた大祭司の地位が五体満足なものでなければつくことができないことを利用し、ヒルカノスの領事を切り落とした。ファサイロスはアンティゴノス二世の手によって殺害されることを嫌い自害した。ヘロデと彼の家族はマサダで包囲されたが、ヘロデはペトライと脱出した。 彼はナバテアからの援助を受けることができなかったため、その後ローマへと進んだ。ヘロデはアントニウスの講演を得て、元老院によりユダヤの王と宣言され、王権を主張するためユダヤへと戻った。紀元前39年から38年にかけて、ローマの将軍、プブリウス・ウェンティディウス・バススはパルテア軍を破った。彼はその後、マサダに籠もっていた。 ヘロデの弟ヨセポスを支援する名目でユダヤに入ったが、彼はエルサレム近郊に婦人するとアンティゴノスをねだって金を受け取り、その後そのまま引き上げてしまった。ベンティディウスは、ねだりの発覚を恐れ、イクばくかの兵とその指揮官として、シロンをユダヤに残した。ヘロデは、プトレマイスに上陸し、アントニウスより、ヘロデの支援をするよう命を受けたシロンの軍と、 合流した後、ガリラヤの征服とアンティゴノスに対する軍事作戦を始めた。彼の軍は、ヤッファを取るために海岸を降りながら進み、彼の家族がまだ立てこもり続けていたマサダを解放した。その後ヘロでは、エルサレムへと向かって進軍し、都市の占領によって即座に戦争を終結させることを望んだ。しかしながら、 ローマ軍を率いるシロンはアンティゴノスに買収されており、ヘロデへの非強力な行動をとったため、ヘロデはエルサレムの包位を断念せざるを得なかった。彼はユダヤで動けなかった代わりにサマリア及びガリラヤで盗賊や反乱軍と戦い、また一方では弟のヨセポスに軍を率いさせてイドマヤに送った。ヘロデの軍は、 ローマ軍団によるばくかの補強を受けて2年間の戦いの末、紀元前38年の後半までにヘロデはガリラヤを平定し、ついにエルサレムに向けて南へと進軍できるようになった。アンティゴノスはエリコ及びサマリアへと軍を送ったが、開戦の結果双方ともアンティゴノス軍の敗北に終わった。ヘロデは再度エルサレムの外に爆車を張ったが、 冬の到来のため軍事作戦の停止を余儀なくされた。紀元前37年のエルサレム、第一の城壁及び第二の城壁の位置を参照のこと。ヘロでは城壁への接近を可能にする丘の安部に近い神殿の丘の北に爆舎を張った。そこは26年前のエルサレム後為戦で、ポンペウスが野営地を設置したのと同じ場所だった。ヨセフスは、 ヘロデの指揮下には3万の兵があったとしているが、現代の予想では、その半分程度であったと考えられている。ヘロデ軍はアントニウスより派遣されたガイウス・ソシウス、率いるローマ軍団によって補強され、それらを11の不評部隊と6000の騎兵及び、シリアからの補助部隊として組織した。春が訪れると、ヘロデは、包囲を始めた。ヘロデの技術者は、ローマ軍の先方にない、 城壁と塔を囲む壁を建て都市の周囲の木々を伐採し、工場兵器や投石器を使用した。アンティゴノス軍は準備不足のために食料を不足に苦しみ、それは安息年でさらに悪化したが、にもかかわらず彼らは効果的に防衛を行った。アンティゴノス軍は城壁から撃って出て、ヘロデ軍の工場兵器を破壊し、またローマ軍が 城壁の地下に行動を掘るとそこでローマ軍と戦った。ヘロデ軍は40日目に神殿の丘の第一の城壁を破り、さらに15日後には第二の城壁を破った。その後すぐに神殿の周囲も制圧されたが、その間に神殿の中楼が消失した。アンティゴノスがハスモンバリスとして知られる砦にこもっている間、アンティゴノスの支持者たちは、 神殿の境内及び上の町を占領し続けた。彼らはヘロデに神殿での儀式を継続するために犠牲獣や他の供物を神殿に運び入れることの許可を求めた。アンティンゴノスは包囲戦の間、ヘロデに対するプロパガンダとして、ヘロデの決闘は半分ユダヤ人、半分イドマヤ人であり、純血のユダヤ人ではないと、ヘロデの王在の権利を公然と問いただした。そのため、 ヘロデは彼の王位への正当性と評判への影響を恐れ、要求に応じて神殿への供物の運び込みを許可した。しかしながら、さらなる交渉は身を結ばず、ヘロデー軍は町の襲撃を始めた。ヘロデの自重要請にもかかわらず、エルサレムは虐殺と略奪の嵐に見舞われた。ヘロデはまた、ローマ軍兵士による神殿内部のイタリ聖書への冒涜を防がねばならなかった。 ヘロデはこのまま人や物が略奪され尽くしてしまっては、荒野の王になってしまうとソッシオスに詰め寄り、結局、ソッシオス及び彼の兵に、それぞれの身分に、相応の贈り物をして、市内の安全を確保した。アンティゴノスは、ソッシオスに降伏し、ローマでの外旋行列のために、アントニウスの死体を送られた。しかし、ヘロデはアンティゴノスが、ローマの公営を得ることを恐れ、 アントニウスに莫大な賄賂を送って、アンティゴノスを処刑するよう求めた。アントニウスは、アンティゴノスがヘロデに対する永久なる脅威であることを認め、アンティゴノスは、アンティオキアにおいて斬首された。ローマ人が彼らによって征服された王を処刑したのは、これが初めてであった。ヘロデもまた、アンティゴノス等の指導者たち45人を処刑した。エルサレムの陥落によって、 ヘロデの征服戦争は終結した。彼は大いに突き統治を強化した後、組織的にハスモンアサの血を引く、者たちを抹殺していった。ハスモンガサの最後の主要人物であったヒルカノスニセイはナバテア人との共謀を疑われ、紀元前30年に処刑された。ヘロデは紀元前4年の彼の島でローマに忠実な従属国の王としてユダヤを統治した。 ヘロデによるエルサレム行為戦はダビデの子によるメシア降臨を予言した最初期のテキストである旧約聖書2点のソロモンの知恵17章と関連付けられる。このテキストはダビデ王朝をイスラエル永遠の統治者とする神との契約に反して王位を奪ったユダヤ人を罪人ととめており、それらの罪人たちが外国の統治者によって倒され彼らの血統は 立たれると記している。聖書学者はここに記された罪人を、ハスモンアーサ、外国の統治者をポンペイウスと伝統的に同定しているが、ポンペイウスが、ハスモンアーサを断絶させずに、むしろ統治者に復帰させたことに着目し、読解の他の可能性として、ソロモンの知恵17章の記述はヘロデによる、ユダヤ征服と、ハスモンアーサ断絶を示唆しているとも考えられている。 ありがとうございます。